ハロー YouTube。 これが本当のブンブンハロー YouTube ですね。どうも、虫菌ことおーちゃんです。ここに写ってる植物、皆さんご存知でしょうか？これはね、うおっ、スズメバチがね、暴れて机の下に落ちてしまいました。危ない危ない危ない。これ逆作用ピンセットっていうので挟んでるんですけど、逆作用ピンセットいいですよ。これ力抜くとピンセットが締まるんですよね。ですからこれスズメバチを持っておくのにすごく楽なんですよね。あー、怒ってる怒ってる怒ってる。皆さん、この植物が何かご存知ですか？知ってる人も多いと思いますけども、これはね、ウツボカズラという植物ですね。ウツボカズラはね、実は食虫植物といって、虫を捕まえて消化してそれを栄養にしてるんですね。ちょっとオスズメバチがブンブンうるさいんで、やっぱケースに戻します。もう戻って戻って戻って。ウツボカズラは葉っぱの先からニョキッと柄のようなものが突き出ておりまして、その柄の先端に壺のような形状のものがあるんですね。これがウツボカズラが虫を捕獲するための装置ですね。捕虫器ですね。この壺のような捕虫器の中には消化液が溜まってます。で、その消化液の中にめっちゃ菌が湧いてるんですよ。めっちゃ細菌が湧いてまして、この捕虫器の中に虫がポトンと落ちると、消化液と細菌の作用によって虫の体が溶かされて、消化されて、ウツボカズラの体内に吸収されていくんですね。恐ろしいですね。ウツボカズラは虫の体を溶かすやばい汁を溜めてるのに対して、オオスズメバチの体、特に頭部と胸部は頑丈な殻で覆われてます。この殻めちゃくちゃ硬くてですね、オオスズメバチを揚げて食べたとしても結構殻硬いんですよね。オオスズメバチは他の虫を狩るんですけれども、スズメバチ同士で争ったりすることがあるんですね。他の種類のスズメバチの巣を襲ったりすることがありますので、そういう時に他の大勢のスズメバチが襲いかかられてもダメージを受けにくいように頑丈な殻を持ってるんですね。ですからね、オオスズメバチの防御力はスズメバチの中ではレベチです。甲虫並み、いや、下手な甲虫以上の防御力を持っています。では、このやばい防御力を持っているオオスズメバチを、やばい液体が溜まったウツボカズラの捕獲器の中に落としたら一体どのようになるのか実験してみようと思います。ウツボカズラの捕獲器は中に落ちた虫が容易には上がれないような構造にはなっているんですけれども、ちょっとオオスズメバチでかすぎますよね。でかすぎますから、多分ね、生きてるやつだと、生きたままだとね、はい、出てきてしまうと思うんですよね。それでは意味がないので、死んだオオスズメバチを使います。というわけで、殺しましたというのは嘘で、これは私が飼育していて死んでしまったオオスズメバチを冷凍保存していたものです。今年の5月の頭ぐらいに取ったものですね。それをこの子が死んでから約1月ほど冷凍しておりました。それを今解凍したんですけれども、これを使いましょう。死骸なら這い出てくることはありませんし、中で暴れてウツボカズラの捕獲器を壊してしまうということもありません。多分ね、ウツボカズラはこんな大きい虫じゃなくて、ハエみたいにちっちゃい虫を集めてるんですね。ですからこのオオスズメバチはマジで想定外の大きさですし、想定外の防御力なんです。では、ウツボカズラにとって想定外の大きさと防御力を持つこのオオスズメバチを捕獲器に落としたら一体どうなってしまうのか、早速ぶち込みましょう。中から顔が見える方がいいんで、ケツからぶち込みますね。ケツから、はい、ほら、入れ入れ入れ。あー、羽が邪魔になるんですね。羽と足がね、つっかえちゃうんですよね。まあどうしてもダメだったら、ちょっと虫とかバラして入れましょう。あ、いけそういけそういけそう。難しいね、やっぱオオスズメバチはこれ入らんな。それでは落としますよ、スズメバチちゃん、さようなら。落ちろ、おー、よし、入った入った入った、はい、中にオオスズメバチが落ちてしまいました。息の量がね、そんなにないんで、多分ここぐらいまでしか溜まってないんで、下半身しか使ってませんね、まだ。全体が液に濡れるように、少し横向けてみますね。うしうし、オッケー。これで完璧よ。ツボカズラが虫を消化するには、結構時間がかかると思いますので、まあそうだな、10日間ぐらい漬け込みましょうか。定期的に中を覗いてスズメバチの様子を見てみましょう。幸いウツボカズラはね、捕虫器の中を覗くことができますからね。今入れたばっかりなんですけど、特に溶けたりということはありませんね。ウツボカズラにオオスズメバチを落としてから丸1日経過しました。さあ、どうなっているでしょうか。もう今のところ変わった様子はありませんね。まあもう数日置いてみましょう。スズメバチをウツボカズラに入れてから2週間ほど経過しました。どうなったでしょうか。じゃん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 。おや、黒ずんできてますね。ウツボカズラの捕獲器が。
黒ずんでこれ枯れ始めてますね。枯れ始めちゃってます。中のスズメバチはどうなったんでしょうか。見てみましょう。中が見えないな。中が黒ずんでて見えません。中のスズメバチを出してみましょう。果たして原型をとどめているのでしょうか。ではこのピンセットで探っていきましょう。お、手応えはあります。硬い手応えはあります。どうやらスズメバチの原型は残っているようですね。硬い手応えがあります。さあ、そのが難しい。あ、よし、捕まえとる。うわ見て、頭の部分というか頭と前足の部分だけもげてしまいました。で、見てください、目の色が完全に変わってますね。これうわー、ちょっとこれ消化されとるやん。消化されてちょっとボロボロになりかけてるんでしょうね。よっしゃ、完全には溶けていないようです。やっぱ殻は硬いんだね。よし、今日ぶつかめました。いきますよ。うわ、胸部の中どうかな。あ、肉が溶けてます。肉溶けとるやん。ですが羽は溶けてませんね。殻も溶けてません。うわ、ドロッドロに溶けてますよ。頭部、頭の付け根も、まあ、肉ちょっと溶け残ってますけども、やっぱ溶けてますね。肉が溶けてます。でも消化能力が弱いのかな。個人的に一番のヤバポイントは目ですね。目の色が変わってます。あと触覚を、中身が溶けてしまったようで、ボロボロになってるみたいですね。触覚がここで取れてしまいました。スズメバチを殻こそ溶けていませんけれども、中の肉はこう溶けてきてるみたいですね。溶けてしまったようです。そしてスズメバチが入っていった捕虫器はなんか黒ずんで枯れ始めてしまいましたね。多分ね、栄養が多すぎたんでしょう。スズメバチって肉の量が多いじゃないですか。ですから肉の量が多すぎて、それで中で腐っちゃったんでしょうね。それで捕虫器が枯れかけてしまってるようです。ちょっとね、ウツボカズラにはかわいそうなことをしましたけれども、やばいね、スズメバチ強いね。もしかしたらスズメバチの毒が効いてるのかもしれませんけれども、まあ、多分ね、栄養の量だと思います。栄養過多だと思いますね。スズメバチやばいっすね。ウツボカズラの捕虫器枯らしちゃうんですよ。ウツボカズラも結構繊細ですね。まあ、多分ウツボカズラはね、大型の昆虫じゃなくてハエみたいなちっちゃい虫を栄養源にしてるんでしょうね。ですからそんなね、スズメバチみたいなでっかいのがボンと入ることを想定してなかったんです。想定されてないんでしょうね。大きい獲物が入ることを想定してないんですよね。ですから大きい獲物が入ってしまうと消化しきれずに中で腐って、で、捕虫器が枯れてしまうと、そういうことですね。なるほど。勉強になりましたね、皆さん。過ぎたるはなお及ばざるがごとしという言葉がありますけれども、まあその通りですね。餌のやりすぎも良くないということですね。勉強になりました。というわけで、ウツボカズラにオオスズメバチを落とした結果、オオスズメバチの肉が消化されて、中身がボロボロになってしまいました。そして、ウツボカズラも栄養が多すぎたせいか、捕虫器が枯れてしまいました。まあ私ね、食虫植物って育てたことないんで偉そうなことは言えないんですけども、これからもしウツボカズラ育てようと思ってる人は、ウツボカズラの捕虫器にスズメバチ入れるのはやめといた方がいいと思います。虫多分ね、いらないと思うんでね。そもそもね、虫あげなくていいと思うんですよね。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。